クリスマスツリーの飾り付けなんて子供の頃以来だな。子供の頃はやってたの？まだクリスマスが楽しかった頃はね。今年は楽しくしようね。ちょっと待って、なんだこれは。短冊知らない？いや短冊は知ってるけど、七夕じゃないんだからどさくさに紛れて願い事するなよ。いいじゃん、ついでにサンタさんに叶えてもらえば。いやいや、クリスマスってのはそういう日じゃないから、キリストの誕生を祝う日だから。キリストってすごい人なんでしょ。じゃあいいじゃん、願い事叶えてもらおう。 やめなさいってので絶対ね、キリストさんもサンタさんも悪い気しないと思う。いや、キリストさんとサンタさんが悪い気しなくても、織姫さんと彦星さんに気悪い。もうどうして撮るの、やめて。撮るよ、もうわ、もうごっちゃごちゃになって和洋折衷がすごいことになってる。やめて例えばクリスマスのお店決まった？ああ、最高のレストランを用意した、恵比寿の。あ、言わないで、サプライズ楽しみにしてんだから。分かった、25日、19時に家の前まで迎えに行く。25日？ああ、24日じゃなくて？ん？クリスマスディナーがしたいって言わなかったか？言ったよ、クリスマスといえば24日でしょ。いやいや、それはイブだろ、本番は25日だ。普通世の中の人がワイワイするのは24日の夜じゃん。普通ってなんだよ、本番は25日だろ。だから、それに俺25日の夕方まで出張だ。え、